ホイトストリート駅はニューヨーク市地下鉄 i r t イースタンパークウェイ線の駅である。ブルックリンクダウンタウンのフルトンストリートとホイトストリート、ブリッジストリートの交差点に位置し、2系統が終日、3系統が深夜を除く終日停車する。駅は1908年5月1日のボローホール駅、アトランティックアベニュー、バークレーズセンター駅間の開業と同時に、 ホイトストリートマイナスブリッジストリート駅として開業した。その後、1919年4月15日より、クラークストリートトンネルが開通し、IRT ブロードウェイマイナス7番街、センブルクリン支線の列車がボローホール駅に乗り入れを開始したため運転系統が増えた。開業当初の駅のホーム有効長は1両あたり51フィートの IRT 社6両編成の入線が可能な360フィートであったが、1948年2月2日に10両編成の入線が可能な515フィートまで延長された。このホーム有効調の延長は1227万ドルで、IRT の32駅のホーム有効調を延長するプロジェクトの一環で行われ、当駅でかかった費用は75万ドルであった。 1981年に、または地下鉄内で最も老朽化した69駅の中に当駅を挙げている。その後、1980年代中に改装されている。北港ホームで入口駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した2面4線の地下駅である。改札内で両ホームの行き来はできない。ブロードウェイマイナス7番外線。 クラークストリートトンネル方面の列車が観光線を走行し、レキシントンアベニュー線、ジョレールモンストリート、トンネル方面の列車が急行線を通過している。なお、かつては東駅西側に分岐器が存在し、観光線、急行線間の行き来ができ、レキシントンアベニュー線方面の列車も東駅に停車することが可能だったが、現在はアトランティックアベニュー。 バークレイズセンター駅、ネビンズストリート駅間に分岐を移し、当駅の分岐器は撤去されたため現在は、レキシントンアベニュー線方面の列車は停車することができなくなっている。また、4系統が、深夜帯を含め終日通過する唯一の駅でもある。ボローホール駅より南側では、レキシントンアベニュー線とブロードウェイマイナス7番外線が合流し、イースタンパークウェイ線となる。 南高観光線は E1 番線、南高急行線は E2 番線、北高急行線は E3 番線、北高観光線は E4 番線と名称が付けられている。この番号は、車内での通称として使われるもので、旅客案内などで使われることはない。駅は改装されているが、ホイトストリート、ブリッジストリートと書かれた駅名標が、 観光船と急行線の間に立っている柱に残されている。南広ホームの北端には閉鎖された階段があり、北港ホームの南端には警察が使用している通路がある。また、駅にあったセラミック製のオリジナルカルトゥーシュの一つが現在ニューヨーク交通博物館に展示されている。当駅にあるすべての改札口はホーム会にあり、南北ホームでそれぞれ独立している。 終日開いている改札口は両ホーム生誕にあり、回転式改札機1機と切符売り場がある。反対の東端には一部時間帯のみ開いている改札口があり、回転式改札機がある。ありがとうございます。